トラブルが相次ぐマイナンバーカードについて仙台市の公立省は国に対し制度への信頼の回復を求めました。仙台市によりますと、5月からの2ヶ月間でマイナンバーカードの返納が858件ありました。大半は国外転出や破損などが理由です。このうち49件は不備が多すぎる個人情報への不安など、